ワンちゃん猫ちゃんだともう成長値が確立されてるから、はい、成長とか異常とか言いやすいんですけど、ルルちゃんのね心電図ですね。で、これ30秒取ったまず規則正しく打ってるかどうかが大事な、規則正しく打ててますね。でたまにこうやってピッと動いてなくて僕は動いちゃったところだから、まあ、それは正常範囲かなと思います。だからとりあえず不整脈がないと、でほんあとはさ 1回心臓が飛ぶっていうとこんだけなんですけど、これがその各動物ワンちゃん猫ちゃんだと正常値があるんだけど信じられないです。であともう1個言えるのは信じられて明らかに心臓が大きいからこの山がもっと高くなってきます。だからそこまで高くはないかなと心電図的にはね思いました。まあ、一応検索はしてるけど、その動物計測はここまではしてるね。心拍数とか RR とかですね。まだしか計測、山がちっちゃいんだよね。チンチラとかウサギさんとか、要は体に比較して心臓のサイズがちっちゃい生き物なんでね。その辺まで。まあ少なくとも30秒で不整脈あるじゃないですか。心電図取るときって私がだけガチに持ってるじゃないですか。結構ストレスですよね。そうするともしそういうのを不整脈とか持ってると受けやすい状況にはなるかなとは思うんですけど、はい、0.6 ぐらいね。こうやって比べると分かりやすいかもしれないね。なんか前が2月、今回が4月、が2ヶ月、まあ、僕らの2ヶ月とは違うから、寿命が何年ぐらいかな。仮に例えば9年だとすると、9年ないかもしれないけど、まあ、8年だとすると、まあ、かける10ぐらいです。人間が80歳ぐらいです。2ヶ月ということは20ヶ月で、ね、うん、まあそう変わらんかなぐらいですね。もしでも大きさはちょっと大きいが両方にね、なってるかなと思います。腰の方はそう変わらないですね、はい、じゃあまあ、もし飲ませれるんだったら飲んだ方がいいかなと思って、はい、じゃあ3週間分出しますね、はい、それからあとはブラッシングしたら吸入してください。はい、それからあとは3月17日、そうか、今日抗寄生虫薬をさせてもらいますね。ちょうど1ヶ月なんでね。もともと心臓が大きい子っていう可能性はあるんですか？その方が多いですね。そうですか。これも最後です。来月はこれになります。あ、そうなんですか。効果は一緒なんですか？成分がちょっと違います。セラミクシンですけど、本当はこうシテキシンっていうかね、まあ、同じなんですけど、なんだっけ、鳥とかハムスターとかに渡してくれ、チンチラももちろん使えますね。消しちゃった？いや、まだ繋がってる。はい、じゃちょっと持ってください。
話したらもうちょっとだけ食べようか。はい、どうぞ。はい、そんだけ。じゃあ、準備。はい。